トンヘイムへ行ってた間のことじゃ。お、なんだ、言ってみろ。あのフレイヤがわしを訪ねてきた。何を話した？オーディンに隠されたバルキュリアの翼の場所じゃ。お、どうやら彼女は戦士の魂を取り戻したいようじゃ。復讐の連鎖はそう簡単には断ち切れそうにないの。バルキリアになったプレイヤーと次回作で戦わないといけない。女王のやつを多分クリアするとこれ話すんですね。はい、じゃあ残りのサブクエやっていきましょう。そう、あの攻撃を受けるなってやつが終わってなかったんだよね。それをまずは。結構きついんですよね。始まるぞ。行くよ。まだドライブル？準備できてない。おじゃ、あ、プルちゃん。もう少ししてから挑んだ方がいいかな。もう一度だ。うん、やろう。なんぼでもやるで。あ、ちょっと王構えろって何してんの。あ、投げていくからか。あれ本当にやれるのかな。ドジコ決まった。王持ってるつもりが持ってないみたいな。もう一度挑む。はい、ドライブル、スレーナ、ほら来るよ。できないよ。危ないね。あと慎重に行こう。うい、うい。準備できた。ここからだな。狼がやっぱやべえんだよな。準備できてない。そのビーム持ってる。
危ない。違う、それじゃない。怖い怖い。カメラが良くない。こっち固定されちゃうな。邪魔だ。これ B だ。やるやるやる。あ、これ待て。あぶねー。慎重。これが一番きつい気がするんだよね。門が開いた。この試練の証、俺もう全部持ってっかな。これどこに溜まってってんだろう。あ、これだ。1、2、え？これ、え、これ違う ?3、4。あ、でもこれだよね。1、2、3、4持ってる。5がない。あれ、でもなんか俺上からやってった気がしたんですけどね。ここ終わってないのか。どっかその辺の扉からそこ行ってみますか。どこだどこだ。ちょっと行ってみますね。やっぱ一生終わってましたね、Mスペルは。とりあえず試練は全部やってました。で、とりあえず目的っていうところからもう消えてですね。あと、イバルディの呪いのこの3つですね。これ、あらかじめ小玉を集めておいたんで、多分あっという間にチャレンジはできますね。これやっちゃったらもうやることなしかな、一旦。まあ、いろいろ収集品集めるみたいなのもあるっちゃあるんですけどね。俺のまあ、俺としては別にストーリーとか、その辺が見れるものでいいかなって感じなんで。回転する刃には注意して。イーバルディのお気に入りになる。いやー、面白かったな。終わってしまうのが近くなってくると寂しい気持ちになってきますね。なんか突進してくるね、普通のゾンビみたいなザコキャラだがなんかメインの時があって、その時回すと超楽ですね。さあ、開けてみますか。これがなんぼほどきついかってのは。あ、おい、そっち系食らっていいんだったらまだ。あ、だだだ。ソウルデバウアーって名前なんだ。確かにイナバウアーしかない。また関係ない。じゃあ、おお、狼男に当たるんだね。まずこいつからね。邪魔だな。
あ、こいつやったら終わり？そうなんだ。なるほど、あいつは賑やかしで永遠に湧いてくるのか。迷惑だ。予感がする。本当？なにこれ、ヒット時に低確率で回復の霧。何それ、すごいかも。回復の霧か。どのぐらい回復するかな。魔女がいっぱいだ。なるほど、これは確かにね。使いすぎてね、このスピード。速いし。だがね、俺は遠距離も跳ね返す。ザ・ワールドみたいな。泣いてみはいくらでも湧いてそうだ。お見事、すべての作目を封印したぞ。自分は指が取れるかと思ったよ。よくやり取るな、アトレウス。強敵だ。何を思え。父上、ありがとう。やったー。すべて弱体化させる全セダス減体。へえ。ここもかなり凶悪ですね。このスキルもいっぱいあるなぁ。ここのもんも全部取りました。基本的に塚とかその辺ですね。あ、これ開けてねえな、そういえば。やってきたでー。裂け目を探す前に。ねえシンドリ、聞いて。裂け目を閉じたよ。なんですと？裂け目を閉じた？ご冗談を。またまた。本当、苦労したけど、すべて封印した。信じられません。どこにそんな力が。大したことはない。ええ、そうでしょうとも。まあ、私から言えることは一つ。感謝します。イーバルディたちも喜んでるはずです。いやー、終わったな。一応これでね、目的、まあこのタスクってやつはちょっとあるんだけどね。まあでもこの辺は本当にあれだね、トロフィー的なものがメインかな。ストーリー的なものというよりは、うん、あとは実績みたいなやつですかね。まあこの辺もちょっとあれだね、俺がなんか興味があればどっかのタイミングでまたやるかもしれないですけど、一旦ね、あのメインクエストとサイドクエスト全クリしたので、あのストーリー的な部分はね、終わったって感じで。いやー、まあちょっと次回作が楽しみですね。本当に面白かったこのゲーム。なんか3部作になるっちゅう話があるらしいですね。またあの前作っていうか、あのゴッド・オブ・ウォーの全シリーズ同様ね。いやー嬉しいわ、もうそれだけで嬉しい。あと2回もこの最高のゲームができるなんて
というわけで楽しみにまた待ってたいと思います。まあ、一応このゲームも DLC はないって公言されてるので、おそらく次回作になるんじゃないかなと思います。というわけでまた別のゲームでお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。